で、一応まあ画面の説明をさせていただく前、あ、その前にですね、どうやって楽しむのっていうところです。2つ方法があって、USB に、パソコンに USB カチャッと挿すじゃないですか。それでドラッグ&ドロップしたら、それで、もう普通に再生できます。ただし、こういう感じで、こう波形がいろいろと表示されていますが。で、このインフォを見てください。このインフォに、このようにジャケットの画像が出てます。あとは、なんとこの解説が出たりだとか、まあこれは最初から出てるわけじゃないんですけど、打ち込むんですね。はい。パソコンで。そういうことが、できると。だから、一つは、ただ、MP3 とか、まあ音楽ファイルをこの中に入れると。ただそれだけだと、こうやって出ないんですよね。はい。なので、方法として、このレコードボックスっていうソフトがあります。あと、こっちの方が分かりやすいか。レコードボックスで、これ無料で手に入ります。パイオニアが作ってるソフトがレコードボックスなんですけど、まず、パソコンにレコードボックスをインストールする。で、楽曲をどん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 、iTunes みたいなやつですよ。どん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 入れて、で、USB を挿して、なんと、ポチッとボタン1個押したら、そのプレイリストとか何もかもがこの中に一気に入ってしまうという感じ。で、なんと9ポイントも設定できると。だから、もう、ガンガンに仕込んでですね、例えばサビ前からとか、A メロ歌い始めとか、あとは展開が変わるところとか、っていうのを9ポイント設定しといて、もちろん、まあ、こういう解説も、必要であれば入れてもらって、この中に転送すると。そうすると、非常にですね、まあ、効率よくって言ったら変ですけど、DJ をすることができるという感じでございます。はい。という、のがレコードボックスの説明でした。で、レコードボックスに関しては非常にもう、これからどん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 普及していくので、買われた方はもうほぼ絶対使ってください。はい。確かに、ボン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 曲を USB に放り込むだけでもできるんですけど、いろんなですね、まあ、BPM の情報やら、ホットキューの情報なんかも入れることができますので、はい。はい、ですです。で、あとはまあ、ここら辺はもう通常通りです。もう、再生ですね。で、ボタンの質感。これね、ボタンのサイズもちょっと変わってるよね、多分ね。若干サイズこれ変わってると思うんですけど、ボタンの質感もですね、ちょっと若干変わったような気がします。はい。ですね。で、あと9。ですね。はい。で、あとは、まあ、この辺も、サーチとかは、全く一緒です。で、あとは、ループですね。まあ、インとアウト。あとは、ループ解除のモードですね。もあります。はい。で、これちょっと、あって思ったんですけど、これ、オートループが組むことができて、ちょっとやってみた方がいいか。こうやって、ループを組むことができます。で、これの脱出にも、このボタンが使われますので、設定をするときは、こっちでやるんだけども、抜けるときだけこっちで、という、ことなんで、まあ、割とこのボタンを頻繁に使うようになるんじゃないのかなっていう気はしますね。はい。で、あとは、バイナルモードですね。まあこうやってスクラッチができます。で、こうやって CDJ のようなCDJ のようなモードですね。まあこれも伝統的ですけどにもできるという感じで、あとは、テンポのこれ幅ですね。現在これ見てください。プラスマイナス6っていう風に書いてありますね。これを、10、
16、あとワイドというふうにできます。ワイドにすると、プラスマイナス 100% ですね。 BPM108 のものがマックスで217になったりだとか、これだともうゼロですね。 ほぼないっていう、はい、いう感じでございます。はい、まあ通常はまあお好みでしょうね、これもね。うん、結構16派なんですけどね、俺。はい、その DJ の嫌がらせでワイドでこうゼロにして再生しても、うん、再生されないというする悪い DJ なるほどね、はいはいはい、陰険な DJ だ。こういうことを やる人がいるということね。はい、そうですね、これダメですよ。再生をしてもかからない、はい、初心者の皆さんは、うん、シンデレラみたいですから、シンデレラみたいな、はい、という感じで、あとはマスターテンポついてて、あとピッチスライダー、これ曲の速さを変えるやつですね。これも当然ついてますというところです。はい、で操作士としてはですね、これ非常にシンプルだから初心者にも、かなりおすすめでございます。でただこいつのすごいところはですよ、さらに奥が、先がありまして、なんと、さっきも触ってたからもうバレバレですけど、タッチパネルになってます。はい、タッチパネルになってるので、この中でまあ触ったらいろんな操作ができます。例えばブラウズっていうのを押します。ブラウズっていうのを押すと、こんな感じで曲が選べるという感じですね。でこれでくる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 やって、あこれがいいやっていうのを選んでもらうというのがブラウズですね。はい、で、その下に小さくですね、マイナスみたいな風でサーチって書いてあります。このマイナスっていうのは長押しっていう意味です。ちょっと長押ししてみましょう。おい、あ来ましたね。はい、これで好きな携帯の検索ワードみたいな感じになってるので、はい、こういう感じで、検索することもできるという感じですね。